こんにちは。2月の16日月曜日の日替わり竹部でございます。さて、週明けの本日東京市場でございますけれども、注目されましたのが、こちら、まあ、こちらを持っているというか どっちがどっちなのかというところでございますが、こちらの方を持っておりますのが、こちらの方は菅官房長官に置かれます、定例の記者会見なんでございますけど、まずこちら、首相官邸のサイトでどなたもご覧になれるわけでございますけども、今日内容でありましたのは、まあ、日韓関係のこともございましたが、どちらかというと、市場関係者どういったご見解を見せるのかなというふうにして見ておりましたのがこちらでございます。スルスルとなりますが、8時50分に発表されました。これもどなたでもご覧になります。内閣府発表の GDP でございます。でこちらにおいてでございますけれども、数値出ておりますよね。ご覧になれるかと思いますけれども 0.6% と、季節済みの前期比なんですけれども、ちょっと市場数値、市場のコンセンサスが 0.9% ということでちょっと悪かったんですね。で前回分も実は下方修正されているというところではあるんですけれども、個人の伸びが良かっただとか輸出の伸びが良かったよというような形で菅官房長官がおっしゃっていたのが、今日非常に印象深かったところでございます。で民需、まあ、堅調な民需があったよというような形、特に今後は企業収益だとか、まあ、賃金の上昇が、まあ、こうしたものをさらにというような形で出ていたんでございますけれども、じゃあ実際にですね、ちょっとドル円相場どういった形で動いたのかというと、まあ、あまり118円台の、まあ、瞬間的に80銭水準までいったような経緯ございましたけれども、これによってですね、まあ、悪ければ、金融緩和の催促かというとこれもなかなかうまい具合にいかずで、良ければいいで、じゃあそれで OK なのかというとなかなかもうそうもいかずと、まあ、これ何を言ってんだって話なのかもしれませんが、ちょっとドル円相場も為替相場もちょっと動きづらいような状況になったのかもしれません。思惑は結構強かったのかもしれませんが、結果としてこちらですね、もう一回ちょっとご覧になっていただきますと思います。雇用統計のこれもう早いもんでございますけどもね、つい先だっての2月の6日の雇用統計ございましたけど、この時の上昇帯を、まあ、戻していくことができるのかどうかというところだと思うんですが、株も為替もどうやら公的な意思が入っているんじゃないかというようなマーケット観測がございます。さてそこででございますが、今回はGDP3 期ぶりにプラスなれど株価為替踊らずと、まあ、要は結論から言ってしまうと、まあ、外需で円安などの影響でというところで少しアメリカ向けだとかアジア向け、まあ、10月12月、少し輸出が増えたというところで GDP を押し上げているのかとは思います。そうしたところでは伸び率も当然というところだとは思うんですが、やはりですね、思っていたほどというところでは本当のというか、私が思惑として見ていたのは円買い、そして株売りというような仕掛けが入ってくるのかなというふうにして思ったんですが、どうやらそれを阻止せんとするような意思が見受けられるというのが、マーケットのスズメたちがチュンチュンと騒いでいるという状況でございます。まあ、ただし、まあ、今日はですね、これも以前も申し上げましたけれども、米国におきましてはプレジデントデーということでお休みでございますので、ロンドン勢がどういった反応をして示すのかというところが、まあ、夕方の大きなポイントになるのかなとは思うんですが、118円台の前半が値堅かったらここからもう一回押し上げてくるような動きになってくるのかどうかというところは、そうした意味でやはりニューヨーク勢がお休みというのはですね、良くも悪くも、この水準でなんとか118円台を維持、そして日経平均株価においても1万8000台をキープというような形で、終わってくれたらいいなというところはひょっとしたら本音なのかなという感じもしなくもありません。まあ、かなりうがった見方かもしれませんが、で先ほどのデータご覧になっていただいたところとは思いますけれども、やはりプラスはプラスというところなんでしょうね。マーケットちょっとこれは非常にですね、咀嚼しづらいような結果で踊れなかったというところが今回の、まあ、米国、失礼、日本邦の GDP の結果を受けての落ちだったのかなというふうにして思います。でちょっとこちらの方の資料でございます。もう一回ちょっとアップでご覧になっていただけますでしょうか。確かにこれ消費増税あったとき悪かった、そしてようやく良くなってきたよねとこういうところでございます。まあ、今後こうしたところでは個人消費の伸びというものの反動が、まあ、一巡したのかなというところでですね、期待を持ってして、見ていきたいところではございますけれども、本邦の、経済指標
を受けてというよりもやはり軸足はユーロも含めて他の経済指標こうしたものからですね非常に大きな反応影響を受けやすいのかなというような試合が続くかと思います。さてそこででございますが本日月曜日ということで、本日のテーマは今週の重要指標というところでございます。まずは本日ございました発表されましたのがこの GDP でございます。本邦の GDP、これを受けて海外がどういった咀嚼をしていくのかというところが大きなポイントになってくるかと思いますが、現状ちょっと仕掛けづらい手掛けづらいというのが本音なのかなというふうにしても思います。そうなりますとですね、本日はこのままニューヨークの方もお休みという形で、見込んでおります。さてそうなりますと今度は16日から17日、明日でございますけども、はい、2月の17日になりますと今度はオーストラリア準備銀行の議事録用紙が発表されるところでございますけども、つい先立っての急激な利下げというものに対する内容がどういった形で出てくるのか、そして、四半期レポートにおいて今度は四半期レポート有効になりますけども、英国の四半期レポートで、インフレ成功、少しまた利上げを期待させるような、内容が出ていたというところで今回発表されます1月の消費物価指数でポンドが測られるよというところかと思います。夜になりますとニューヨーク連銀景況指数こちらの方が期待されるわけでございますけども、ちょっと予想数値が悪いねというところで、2月の17日火曜日はドルのセンチメントが少し警戒されるというところで見ております。そして、今日から明日という言い方の方が正しいのかもしれませんが、ギリシャの反粛政権という言い方をしちゃいけないのかもしれませんが、アレクセイ・ツイプラスさんと今ユーロの、トロイカ体制、IMF だとか ECB だとかオーシャン的基金が今交渉しているわけでございますけれども、ユーロ各国の政府とギリシャこうしたところの動き対立というんでしょうかね、こうしたものがどの程度まで持ち越されるのか、ユーロ圏の財務省会合というものにおいては今日から明日にかけておそらくヘッドラインニュースいろんな形で出てくるかもしれません。当然ロールオーバー問題が先送りされてくる可能性あろうかと思いますので、今日明日十分ご注意していただければと思います。それとリキアの FX 道場の方でもちょっと書かせていただいたんですが、今日明日をもってして、ほとんどアジア勢は、春節旧正月に入っていくかと思いますので、アジア系のポジションの縮小というのが出てくるかもしれません。ちなみにでございますけども、日韓のスワップ協定というのも今日明日ぐらいで決着をつかないともうこれは多分延期されるよねというところが、これ、日程というんでしょうかね、そして日柄のところからは推測されるところでございます。でもう一つウクライナ情勢に関してなんですけども、これつい先だってですね停戦実現というふうになっていたんですけども、なんかまだちょっと戦闘が不本意な形で起こっているというような形でございます。そうしたものもですねちょっと相まってでございますので、どちらかというとやはり円の外部環境が、非常に問われるところが今日明日なのかなというふうにして見ております。続きまして18日です。ここでもう一回今度は円の主役に戻ってくるのかなと思いますが、日銀の金融政策決定会合がございます。ここ最近の各国の主要銀行の緩和合戦というんでしょうか、私は個人的に何にもやはり黒田日銀総裁耐えるべきを耐える時期なのかなというふうにして思っているところでございますし、つい先だっての G20 トルコイスタンブールなどでも特段日本の金融政策に批判はなかったというところでございますので、ただし先週でございますけども、この追加緩和に対して日銀内部からいろんなの声もあると。ただしこれも私は個人的にはそれならばもうこんなところで円買い戻しはこれぐらいの水準でとどまるわけがないというふうにして思っておりますが、さて黒田日銀総裁は定例記者会見でどのような今後の見方を示されるのか、十分ご注意をしていただければと思います。そして18日にはですね、これ、ユーロ圏の建設支出などもあって、その前に英国中銀の議事要請もあるんですが、18日水曜日は夜もニューヨーク市場においても相応の経済指標がございます。FOMC の議事録用紙というのもこれ深夜未明に発表されるわけでございますが、どちらかというとですね、私は住宅着工件数こちらの方に、マーケットが注目するのかなというふうにして見ております。12月はそれなりに良かったよというところが見て取れますが、その反動として、少しマーケットの様相がコンサバティブに見ているのかなというところで、この反動がなされるのかどうかというところでしょうか。この辺は十分注意をしておく必要性があろうかと思います。そしてあとは鉱工業生産なども少し今度は逆にですねプラスに出てるよねというところで増加に転じるというところでございます。そうなりますとこれ
鉱工業生産も製造業ですので、どちらかというと原油だとか電力だとかガスだとか、こうしたものの需給と関係している部分はあろうかと思いますが、意外と波乱になってくる可能性があるのが2月の18日水曜日というふうにしてみております。さて続きまして、その19日でございます。19日におきましては、本邦の、細かいという言い方叱られてしまいそうですが、貿易統計があったりだとかいう話になりますが、私が注目しておりますのは、失業保険申請件数、これ前回分とまた何らかの反動があるのかどうかと、前回先週分は少し増えていたよねというところなんですが、やはり今はボストンだとかそちらの方でもまた暴風というか寒波が来ているという話でございますので、やはりアメリカは改めて広いなというふうにしてちょっと余談になってしまうのかもしれませんが、天候に大きく左右されるというところで、この新規失業保険申請件数に反動の数字が出てくる可能性があるというのと、あとはフィリー指数、フィラデルフィア連銀景気指数、こちらの方が意外とマーケットコンセンサスとしては強気に出ております。これに対してドルの戦地がまた測られるよというのが2月の19日9日というところで、ぜひですね、この辺は警戒していただければと思います。続きまして2月の20日です。はい、2月の20日においては、これも叱られてしまいそうですが、あまり大きな、注目すべきというようなものはないのかもしれませんが、強いて言うならばユーロ圏の、総合 PMI 指数だとかというところ、製造業担当景気指数ですね、こちらの方でもユーロが測られるのかなというところかと思いますが、先ほども申し上げた通り、もちろん欧米勢はこの時は当然だと思いますけれども、いわゆるチャイニーズフローというのがかなり減っているのかなというのが週末に向けてかと思います。そして1月の18日、これもちょっとブログの方に書かせていただきましたが、1月の18日には、国際テロ対策会議があったりだとか、あとはこれもまたまた先々の話でございますが、2月の22日東京マラソンなどもあります。日米それぞれテロに対する警戒感というものをあえて仕掛けてくるような、不届き全般の向きがいるのかどうか、ちょっとこの辺も警戒してですね、週末までちょっと気が抜けないのかなと、市場流動性が特にアジア時間は低い分だけですね、気が抜けないのかなというふうにしてみております。リスク管理の方はですね、十分ご注意していただいて、週末までお取り組みいただければというふうにして思います。で、繰り返しになりますが、今夜でございますけど、ニューヨーク勢不在時でございます。ボラタイルな動きも相応に、感じられるところでございます。特に、ユーロドルでしょうかね、こちらの方が軸足、特に先ほど申し上げたギリシャとトロイカの間でいろんな債務減免に対する交渉が出ておりますので、ヘッドラインニュースなどでですね、大きくぶれてくる可能性あるかもしれません。リスク管理の方は十分ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、2月の16日月曜日の日替わり竹部でございました。